中島、中野島の入り口で憲兵さんと会いました。そしたら浦上平家はね、見る方も仲よっておっしゃったんですよ。そして、いや平家はね、平高家、ちょっとうちはちょっと高台やったから、うちんがさ大丈夫やろと思って、ね、人間の欲でしょうかね。もうそんなんで帰ってきた。普通大橋に来た。で今大橋の下の川までは電車道から降りられないけど、その当時は降りられよったですよね。それで降りていかんば、今度今の権藤病院の日記はもう家のかぶさって道が通られずに川に降りた。そしたらもうとにかくあり地獄ですよ。もうこうして、でも生きとっとか死んどっとかだから、とにかく人間なんで、この人間とね、ここにこなんばしてこうなったとやろうかと思ってさ、ほんとその時はね、姉はもうほら子供、自分の子供だけのこと考えて、子供は大丈夫やろか、そばっかりずっとみちみち、私は独身やったけん、だってその親は大丈夫かなって、我が家は大丈夫かなと思ったけど、憲兵さんの話では三菱兵器が見る方もなかったになったばって、うちん方ちょっと高台やってね、上やったけん高台行けよこれはと思ったけど、行けば行くほど松山窓も煙に出よったですもんね。日はなかった、煙の窓ももっとしよったと。と大橋で降りて、そして今度はあの相川さんって、昔あそこに相川さんってあった下道のあそこのところまで、こう山田小学校の下まで来たら、下にあった相川、うん、そしたら中年ぐらいのお母さんが自分の子供とか家族の名前を呼んで、あそこでなんとかなんとかって、もう来るよらしたさ。とかでもこう見たら、これなんかなと、ほんとね、なんかなと思って帰ってきます。ほんで大和小学校の上は通ってきたけど、ほんと自分がさ見たくなかった高台やけ、今の南座のところからこう見て、自分がさなんか、はあ、なんかねと思って、その時はですね、ショックやった。ほんと。姉はもう耳はこう一つこうかぶることして、どもやけもこうしての我が家がどうかなとこばっか、ただ子供だけね、ね、子供はどうしてるかな、やっぱ母親ですね、子供はどうしてるか、そっかみちみち言うて帰ってきた。そして4人で帰ってきたけど、あとその田中さんと姉のね、ゆりさん、どこさんいたかわからんとさ、我がたちだけ家に、ちょっと父帰ってきたら、そして溝口さんからたね、ことずかったことは、家によったら、君江さんって一番下の君江さんが、その木に挟まれて、目ん玉こうしてさ、助けてって言うわって、こうしたわって、助けようもんね。そしてそのまましたしさ、本気でそのまま、もう燃えてなくなったじゃんね。そこ、あとは知らんとさ、本気でその、家に帰ったら父だけ、黙って呆然として立っとった。もうなんか顔もね、血の気の中ごとして立っとったよ。ほんで帰ってきたねって私に言って。そして家の妹とお母さんとって、姉の子供が3人おったんですよ。そしたら、姉ちゃんはね、探しに行くよ。姉ちゃんとかけんね、若いやろって妹が言いよったんですよ。結局、逆さんなんですよね。そうか言いよった人が亡くなって。そしてその時は墓の、赤城墓の下でみんな避難しとって、それから、2日ぐらい避難しとって家に帰ってきて、そのトタンバ拾うてこうしてね、作ってましたけど、1週間ぐらいしたらもう病状に出はまったですね。妹はもう幼稚なるまんね、口からもう固まったりなんかな、鳥のレバーがここしたことしね、ザラ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 歯茎なんか腫れて、で母は庭で麦ばつきをたとって、それでそのお家のそのここ昔はここに下にガラスも吸い取った、そしたら止めて、もう顔ガラスを取った後はね、ああしてね、血も出んと、年寄りやっけんでしょうね、血も出んとガラスもああって取ったまま、うん、そして今度は1週間ぐらいでそこに出て、そしてこの斑点の出たとね、斑点の出たとさ紫色の、うん、初めはね赤かとさ、うん、そうそう、うん、そして今度はもう死ぬ頃になったらね、こう血合の人物黒になっとさね、
こなんやろかと思っとったら、やっぱあれがね、そうそう、うん、示しよう。あねん子供でも、個人の時に、少しこのくらいの数本のおたこんで、もうそんでに、それでに死んとかよ。うん、そして、うん、母が、と妹が21日、あねん子供が、たがみで死んで、22日、うちは親子が死んで、23日またあねん子が3人、1日と23日に死なくなった。いやもうその時はもういくら親の死んでて涙んでんとですよね。涙も出ませんで、いや、うんうん、ね、そしてもう人の、ね、遺体は焼いたですけど、いや嫌いだったですよ。そしてとうとうね同窓でね火事して戻って、同窓で、もうどうぞ板場持っていって掘って板場ついて手板色のしてその上板場かぶせてそれに泥がどんどん落とす。で昔はみんな土葬やったで、うん、どこでね、その時はあん泥がどんどんやって棺に当たった時は涙んでよったで、まあ、自分の親兄弟でね涙んそがんでんとやっけ、ほんと涙んでんやったです。後から寂しさはね増してきて、そしてそのなんで弟が22日に母たちが死んだ時に大村の陸軍航空隊から帰ってきたんです。そして弟と二人墓が木がもうないから墓場見とって、あのなんて毎日の生活二人でね、生活でどかんすとかな、弟にその生活でどかんすってお金は持たんし、最後に少し昔は私たち働いてた親にみんなやよったった。本家ね、自分の小遣いってそう持たんとさ、もう下駄と通勤の下駄とかなんとかみんな親が買ってくれよったからね、自分の小遣いって今子供たちのことをね自分で働いたもの自分の音ってなかったけん、うん、それでねほんとねもう今後の生活をどがんしていく墓を恨みて毎日泣いとった。恥ずかしく22歳になってさ、今22歳よね、22歳になってね生活でどかんすよって泣くのは恥ずかしかったよ。私今考えれば知らんけん、そうか親がみんなしよったからね、ほんとに今見た思いはおかしかなと思う。そしたら父がね9月19日が私の兄の戦死して丸3年やったですね。ほんで朝から8時頃ね玉に当たって亡くなった時なんてやっぱ親ですよね。それで自分が祈りをあげるから受験このロザリア一本とてもあげきらんばいと思ったけどあげたんですよ。そしたらなんて俺は寝てあんたちすまんことしたばいって言うけん何したとって言ったら内臓が全部出てしまう。そこその頃は今の布団みたいなガーカー綿上にしてたけんですね、その内臓が全部出て腹ぺちゃんこさ、いやと思ってね、あんたちすまんそこまでは分かったと。それから半時間ぐらい生きとった。そしたら下の野口の記者がさ、うちゃんがちょうど来てくれたらしたけん、そのゆう子、こないだもそうか言って笑ったけど、私のゆう子とね、そおじちゃんに、私と弟とおったけ、姉は元に手伝いとったからですね、その死にかけた親によ、ね、この子供頼むけんって言わんね、お父さんこの子供頼むけんって言わんねって言うて、泣き、その時は泣いた。もう我が立だけしか残っとらんって分かったからですね、頼むけんって言うそこの折り切らんけんね。そしてそのゆきちゃん方のお父さんにそこが言って、そして下に下ろしてもらったけど、ほんとか泣いたよお父さんと。いくら酒飲みでもよかけん生きとってよかと思っとったけん、そしたらその時はねほんとに泣きました。ほんで、うん、あとその布団に住んで内臓は畑に弟によっとこ掘らんねえよちゅうて掘らせて、そしてまた父もなんかでこっち住んで板に、血は板に乗せて連れて行ったんです。そして近所のおじさんたちとね行けてもらった。それ今のほら仮装することになったでしょ、遺体ばそれに掘って焼いて仮装のねあれに納骨堂に移すとき、足のこれのね、もうとにかく大きかったけん、どうもならないんだけど、そのままそれも墓のそのままに置いて、そして
過疎し直したんですけどね。いや父が言ってましたよね、今生 日清日露自分が言ってるから今度までねこんなして飛んでくるぐらいだね、今戦争は負けるよって、うん、そして教会でそうなったでしょ。そしたらやっぱ浦上信者のね、なんかの見せしめやろうって言ったって、うん、それ言うとか長井先生がなんか言ったって、なんかいろいろ安定して長井先生がね、カトリック信者に対する見せつりで原爆を押し立てるとかいうことでいろいろ反響なよったでしょ。はよった。うちん父もね、やっぱり浦上信者の見せしめとしてね落とされたとかそうやるって言うけど、そうそう聞いとれば大体県庁上に落とすやつと風で流れて松山に破裂したという話もあるんですよね。尊敬浦上信者の見せしめとか言うとは実際じゃないと思いますね。やっぱ流れてきて破裂したと思いますから、そこが信者までねそういじめられたということは私は信じたくないです、うん、それから弟と二人と泣いて暮らして、うん、その当時は涙も出にあったけどね、後で涙が出て、そうそう、そして21年の2月ぐらいから血便して、うん、1ヶ月ばっか血便して、そしたら弟は姉ちゃん死ぬなんて泣きよった。そしたら弟は姉ちゃん死ぬなんて泣きよったけど、なんとかして生きてきて、で私はそこをね、肉とか魚とか毎夜食べていなかったけど、今はちょっとね、食べますけど、ここまでね、生きるとは思いませんでした。人間の生命力ってどこにあったか、本当に。私はそこも、ね、医学者じゃないけど人間の生命力ってねどこにあったか分からない、ね、91歳まで生きましたから途中でいろいろありましたけどね、そういう、そう弟は今度はね36年生きてやっぱ白血病でね大阪で亡くなった。私の方が先行くと思ったらさ、うんうん、そんな状態です、うんいやもう、いやほんとね、そう、面白いことじゃないしですね、ほんと、戦争はない方がいいですね。やっぱ今の大臣さん、安倍さん、ほんとなんかこう今でも戦争が起きそうな感じですよね。ほんとね、あの大臣さんたちは、1週間でもいいから、自衛隊に行って、遊びにでも行って1週間でもいいからあの格好ばしてですね動いてもらいたいです。そうか、人の痛みのわからんような感じですもんね。戦争ってどんなもんか、兵隊ってどんなもんか、今のあの人たちはまだその戦争後のね生まれの人が多かったですよね。生きとるまた私たちがね生存中に戦争に巻き込まれたじゃなかかなってそのとこ思いました。はい、戦争はない方がいいです。やっぱ平和がいいです。一番原爆の当時は私は県庁に勤めておりまして、そして毎日朝も8時頃からいつもバタバタ走りながら大橋の電停まで行ってました。でその頃その上がのすぐ上は工業学校のがありましたので、そこの学校の生徒がいつもあの軍隊的な教育をされてましたので、もうその校舎あの校門に入る前にみんなあの整列してね歩調を取れって言いながら団体でねあの校門を入ってきていたので、私はそこをちょっともうすり抜けるような感じで大橋まで行っておりました。でそこで大体何年ぐらいだったかな、19年ぐらい18年ぐらいだったかな、県庁も
やっぱり危険だから分あの各部はねそれぞれ分散して置いとった方がいいだろうということで、最初に県に入った時には学務部職業科だったんですけれども、戦時職が濃くなってきてから今度は警察部に移行しまして、そして18年ぐらいから警察部ということ、警察部国民動員課ということになりました。で、国民動員課というのは労務者を集めて、そしてそのあっちこっち必要なところに配置するのが仕事だったんです。それで徴用ということも学徒動員ということも挺身隊ということもみんな私どもの課で取り扱っていましたので、その頃は召集令状、兵隊さんは赤い紙で言ってたけども、徴用は白い紙で皆さんがねそういうふうに適用されていたので、徴用が紙が来るのも皆さんヒヤヒヤしていらした時代だったんです。でその対象者というのは生殖についてなくって、うちにね割にゆっくりしておられる方とか、女性も男性もね、それから家業が自由業で、そして生産的な仕事じゃない人はみんな徴用される、その状況にあったんです。でそういうようなことをしながらずっと進めておりましたけれども、ちょうど原爆の日にはいつもの通り出勤しまして、そしてその時に職場は勝山小学校に私ども事務所が移っておりましたので、勝山小学校の1階の教室をそこの職場としていました。でそこに行きましたら、なんか偉い人っていうか部課長とか主任さんとか、その人たちがほとんどいらっしゃらなくって、何事かと言ったら防空本部というのが立山の知事公舎の下に大きな地下壕があったんですね。そこが防空本部になって、そこからいろいろ指令が出てたんですよね。でそこにみんな集まったっていうことで、何事だろうなとみんなでねガヤガヤ言ってましたら、誰かがなんか広島の爆弾が何か違う爆弾の落ちたらしいって、そのことでどうも集まっているような話だよっていうことで、そしてそれが済んだのが10時ぐらい、1時間ぐらいね、そして皆さん帰られてから話を聞きましたけれども、具体的な話は何もなさらなくって、ただそういうのはねちょっと変わった新型爆弾というのが落ちたらしいから、皆さんがみんなで十分警戒するようにということだけだったんです。それからもうなんとなく落ち着かない感じでね、仕事には取り付きましたけれども、それなりに片付けておりましたら、何ですかね、突然もう黄色い閃光が光ったんですよね。それが11時頃だったんだろうと思うんですね。で黄色い閃光が走って、わあ真昼に何でそのね焼夷弾を落とすのかって、私ともその焼夷弾しか頭になかったわけね。それでおかしいなと思った途端にからものすごい音が響いてきて、その時にもあんまり怖かったもんで、みんな机の下に入り込んだわけね。そうしましたら、それがその時にその爆弾がね破裂してたんですよね。もうね
部屋中はもう紙が舞い、書類箱が飛びしてね、一回だから割りにあれは少なかったんだけどもね、あたりはね、それでも部屋中紙だらけになって、それでもこわごわとしてましたけれども、どうにもそのね、ほっとくわけにはいかんから、まあそこにしばらくはそのままで、そのまあ もやもやしながら片付けながら様子を聞きながらっていう感じだったけど、様子がまだはっきりわからないわけ。 そのうちにもうお昼頃になったら、なんかもう裏のね、勝山小学校の裏の道をもう負傷者っていうのはもう まるでね、真っ黒になって、着物も何もダラダラになってね、だって手もこんな風にぶら下げて、その先から手の皮がぶら下がってるわけ、顔もそこもね、そんな人がもう本当裸同然だけども、その皮がぶら下がってるのがまだね、身についてたわけね、その人たちがもう黙々とっていうふうな感じ、もう音もな、もう私ともねよく分からなかったんだけど、何かゴーゴーとした音があったんだろうけども、もう言葉も何も分からないわけね、そしてそのままの状態で、爆弾の落ちたところから、お諏訪さんの方にね、ずっと行列していくよ。それがやっぱりね、相当にその泣きわめきしていたんでしょうけれども、私にはそのもうその音は聞こえなくって、その姿を見ただけでもうびっくりしてしまってね、もう、それでね、もう声も何も出なかった。それでその後ね、どんな風になったかよくわからんけども、昼もう4時3時4時ぐらいまではその様子を見たり眺めたり、その話を聞いたりしながらうろうろしてたけども、もうとにかくそれぞれ自分の家に帰ることにしましょうということになって、そして自分の家に帰ろうかって、それぞれね、女小学の人と一緒にいたんだけども、行くことにしたんだけども、まあ女子職員だけ私たち3人ね、あそかどこか西坂の人と、それからもう一人は元原のとシスター石橋、石橋学徒動員で、学徒動員でうちの家に来とんなったとさ、そしてちょっと私が上の町でしょ、だから3人駅まで行ってみましょうということになって、駅まで行ったけども、その西坂の人はもう自分の家がなくなっとるって言って、もう泣きわめいてね、誰がその職場の人、私たちも2年先輩だったけども、ものすごく気丈な人でね、仕事もできた人だけども、家がないっていうことでもう仰天してしまってね、そしてね、その泣き叫びになって、ならうちにおいでって、うちの裏上の方は大丈夫と思うけど裏上の方ないね、そんないいなんか話してたんだけども、その時道路はどうだったんですか？焼けてはいたけども、まだ歩けないことはなかったとね、長崎駅まではまだ、あそこはまだ、ね、怪我人がね、道端に重なった愛じゃなかったから、まだね、歩ける人はみんなもうね避難して行ってたんでしょうね。それでもうその人はもうそこにそこから別れて、そしてもう駅から先はね、燃えてる暑さと、それからね、閃光のあれと光の熱と、それからそのまだ電信柱やなんやらね、もう途中から燃えてましたものね。でしょう、電線もぶら下がったまま燃えてたんですよね。それでこの様子でちょっともうね、先まで行かんごたっけんで、家に一応その元に戻ってね、あれしましょうって言って、それでもう勝山小学校はもう学校閉じてしまうから、交代時ね、
寺町の交代寺がね安定所になってたとさ、あ、うん、そ, れそこにいて泊まらせてもらって、そして翌朝もう夜明けと一緒にね石橋さんと二人で来たんです。そしてまああの結局ね四庵橋まで出て、でもう線路の上歩いてきたと、うん、あのまああの四庵橋ではバタバタな道は歩けたけども、うん、もうやっぱり焼けたところもあるでしょうが、うん、だからもう そっちの方をねやめて、それでもう線路が一番安全だから間違いないからっていうことで、で線路を通ってずっと来たけども、もうちょっとじゃなかった、周りは燃えてなかった、燃えよっとさ、燃えよっと、うん、そういうけん暑かけんで、もうその線路はから線路からまだ道があって、それは家でしょうが、だからいくらか違うわけね、うん、浦上の長崎駅まではね、それから先がだんだんひどくなった、ひどくなったね、やっぱ浦上が一番ひどくなった ね、もう本当にもう言葉も出ないわけさね、先に行くに従って、うちは大丈夫、浦上は大丈夫って、もう独り言を言いながらね、そう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 、二人でねお祈りをしながら手をつないで来たとけどもね、うん、それでもまあ揖斐串まで来た時に浦上駅のところも何もなかったんね、もうこっちの方も成功所でもなんでもみんな燃えてしまっとったけんね、それから揖斐串の横の方が不良の収容所になっとったんですね、あの宝石の跡が、うん、そこももう壊れてしまっててね、でも何しろその浦上の方に近づくに従ってひどくなってたわけ、ね、うん、そしてもその頃はそれだけ歩いてくるのが精一杯で、うん、そしてもう本当に私どもそのただ森町のね兵器があったから、うん、そこを爆撃されたって思い込んどったと思うね、そうそうそう、うん、そしたらその先の製鋼所のあれが建物がもう鉄骨がねくにゃくにゃになってましたもんね、うん、そして右の方は大学病院だった、だ大学病院も壊れて、そして、まあ、の建物がある程度ね残ってたけどもね、うん、だって向こうも燃えてたわけさね、指の口からね大はあっちの病院の下まではね、だからもう安全な場所というのはその電車通りが一番安全な場所だったわけね、で道端には、ま、馬車とか牛とか、ま、人のね死体も重なってありましたけどもね、もうそんなのを見る余裕もないわけ、そしてテントの左側は小さな溝があるんですよね、小さな小川がね今もあるたいね、あそこの中にもみんな重なって亡くなってたわけ、うん、それでその人たちが何か言ってたかもしれんけども、それを見る余裕もないわけさ、そんなふうな状態やった、あそれでも本当にその日はもう諦めて、まあ、諦めてというよりも自分のうちはね大丈夫と思い込んどったもんで、そうだ、もうその晩はそこで休ませてもらう、どこで休んだ、交代寺、あ、ま、たそこで寺町の一晩だけ、一晩だけでしょ、うん、一晩9日の晩だけね交代寺に泊まって、うん、で10日の朝ね夜明けとともに四庵橋からずっと歩いて帰ってきたわけさ、うん、それでももう浦上駅まで来た時にはあこれはもうダメだと思いましたね、うん、もう何にも残ってないんだもん、もう本当に枯れ木が一本こんなふうに立っとったのが一本残っとったよ、今のほら文化会館があるでしょ、資料館が、はいはい、資料館、あそこのね横の方に一本だけこんなふうに立っとったのが枯れ木になってね、それだけがね一奥の記憶に残った、うん、浦上からすぐ見えたけんね、あその浜口やけんね、うん、それからもう下の川まで行ったら下の川も重なって
亡くなっとったわけね。もうあそこに入っとったやつ、おった人はほとんど亡くなっとったとやろうって思う、うん、もうそう、なんか言うたか知れんけども、もう全然あのもう聞こえなかったもんね。聞こえたかもしれんけども記憶にないわけさ。それでそのまま今度大橋まで行って、そして大橋から小学校の方にね、大橋にもいっぱいおんなったよね、その重なった人がね。で上の方にはようわからんやったけども、あのバス停前提のあるとこまではね、もう何人か歩いて行くようになった。他の人ももうその人坊であんまり記憶になかと あったとだろうと思うとけどね、うんうんうん、あのでも向こうから来る人はあんまおらんやったよ。いや来る暇ではそがん ね、うん、私なんかその晩6時に元原に帰ってきたけん、そがん通行人っておらんやね。出会う人がいなかった、うん、学校の暇ではまだね、まあ、そがん、うん、ね、通行人っておっとらんはずさ、うん、それでまああのその現場におった人も自分の家族を探して回ったかもしれんしね。それで何時頃だったのかな、もうお昼前だったけども、やっと山田と小学校のねあの坂を登って、ですぐ脇にうちの姉が あの嫁自殺があったわけね。そこも何にもなくて、ただあの小庭のね池と、それから池と何かしらたあの橋とね、いくつか残って、あとは全部あの燃えてしまってた、うん、それでそこに多分姉がいたんだろうと思うけども、うん、あの姉とそれからあの姑さんとね2人いたんだけども、もう姿も何もないわけだから、もうとにかくこう見たけども何も見えないけんね、一応うちに帰ってと思って家に帰ったら、帰ってその石橋様元原の方に下るし、私はうちの方にね行ったね、うん、そしたらもう本当に山里学校はどうやった。山里小学校は建物あったよ、建物、ね、建物あったよ。山里小学校は孫晩の私が6時頃着いて、孫晩の言い時したらね、テレビにドラマのこと窓から日の出てね、燃えたと、孫晩に何時間燃えとったの、うん、そうで建物あったよね、建物あった、建物あった、うん、そして私バカやけんさ、あそこにしたらプールやったった、そして消防団の人もおればね、あそこにさプールのやっとね、消防団の消し場キューっと、何の消防団の人間のほうもね、そがんサッカー高校したの、あそこの下の方がプールやったけんね、うん、そんけ、うん、だから ね、そこのプールにも多分人がおったとやろうと思うけども、そこまで上がって見ないわけさ、見ない見ない、そこまでね、うん、そしてもう一目散に自分のうちの方に直行してね、そしたら何にもなかった、うん、もう影も形も燃え、完全に燃えてるんです。うん、それでもうその時もう本当もう頭に何が浮かんだかは全然覚えてない、あらあらーっていうふうな感じでね、うんうん、もうぼーっとなっとね、うん、ぼーっとなってしまって ね、うん、そして探そうと思う気持ちもなかったね、その時には、ああと思ってね、もう本当にもうね腰抜かしてるのはあんなもんでしょうね、うん、言葉も出ないし、うん、まあ一人でやったからね、うん、言葉にも出ないし、もうそのどんなふうに感じたかって言われても、その時の、ね、気持ちでもう表現できんかった、うん、何も記憶がなかったさね、そこの時、うん、ぼーっとなってしまってね、うん、そしてあの昼すもう夕方になる前に父と出会ってね、私の父がね、あのちょっと原爆の時には蛍茶屋に行ってたんですって、それで助かってたわけさ、うん、そしてあやっとあよかったねと思って、そしてまたその自分の身内を探して回るけども、もう見つからないわけね、うん、それであそこにまあ、また家に戻って、そしてどうしたもんだろうかって言おったら、
あの妹がね、あの純真の3年だった、うん、その子がね、あのちょうど午後の兵器にね、あの動員で行ってたのが、あの午後の出勤だから午前中家に寝てたんですって。そして原爆で吹き飛ばされて、ね、ね、うん、そしてその家の下に、ね、下敷きになってたんだって。だって昔家はね百姓だったから、芋釜っていうのを大きいのを作ってたわけね、家あの床下に。そこに落ちたんだろうと思うとね、それでね、あの燃えてきたから、もう必死の思いでね這い出して、あの山田小学校の上に白山の墓地があるでしょ、うん、ね、あら、ね、あそこに逃げてたんだって、うん、そしてその日にもうその日はそこに泊まって、そしてその翌朝ね来ようと思ったけども動けなかったんだって、うん、それでやっと夕方になってね、もうなんとかしていかねいかんとね心配してるだろうということで、それで、そしたら私がその夕方その姉ちゃんって言われて初めて気がついたわけね。で妹はほらやけどもしてないし怪我もしね、その顔はそのままでしょ、体もね、うん、そしたらね 足の太ももをね裂けてたんですよね、うん、うん、それでようあんた歩いて来られたんちゃら、もう歩いたり放ったりしてきたとって言ってね、うん、そんな状態だったとですよ。そしてやっとまあね3人は会いましたけども、で一番上の兄はちょうどあそこの指の口でね、あの電車の中にいて被爆したんだって、うん、病院に行くつもりでね電車に乗って、それで電車の中だったから外傷はなかったんですよね。それで兄はそのままねけど、うん、あのコンピューターさんの方回ってその晩に帰ってきたんだって、うん、だって兄の家族はね子供が6人とその奥さんがねもう全然わからんって、どこでどうなったか橋口町におったとさね。だからもう爆地に近いから400メーター ね、そこそこだからね。それでねもうそれこそ兄も一人気になったわけね。で見つけて回ったらただねその三男のねあのシャツがなんか木にぶら下がってたんだって、飛んでいってね、それが一つね形見になったって、うん、他どこでどうなったかわからないって、骨も何もわからんです、うん、そんな状態さねその当時はね、うん、まあそのそうなる前にねまだあの県庁にそんな先あの18年ぐらいだったかな、あの誰かねあの頃のあの総理大臣は東条英機、はいはい、ね、そうそうそうね、あの人がねあの川波が軍需工場になったとね、うん、川波が、そこに気になったやろ、うん、私生徒を連れて並べとって、あそうね、うん、その時にね県庁に呼んだったわけ、そこにあの検査に行ってね、うん、で帰りに川辺田のところにずっとね、うん、そうね、うんうん、並んでね、うん、東条英機が来たという、うんうん、迎えたと、そうだね、生徒を連れて行った、あそう、うん、だって県の職員は全部ねあの県庁の中庭にね、うん、全員集合でで並んでその訓話を聞いてたわけね、そうそう、うん、そしたらねもう突然ねあのあれを剣をこう縦にと思っとってこう指さして一国のねあの総理大臣の訓話をやっているのにね、うん、笑いやつがあるかって言って指差しなっとさ誰か知らんけども、あら座ってほら誰が笑ったか分かるもんですかね、うん、笑ったかそれこそニコってしたか、うん、そのなんか分からんとさね、うん、緊張して顔がこうなったかもしれんしね、うんうん、その時の騒動とは大変やったとよ、そうやろ震え上がってしまったみたい、国賊になるけんね、うん、そう言ってねもう、うん軍はそこで打ち切ってもうすぐ退場さ、そしてもうね知事さんやら偉か人はみんなもうおろ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 ってついていきなったらしい、
それでもう残ったものはねもう各部屋に移ったけども、もうだいぶそう絞られたらしいよ、ずっとあの迎えたという生徒を連れて、ずっと並ばせてピシャーンとしてね、一番盛んな時やけんで、あの人の勢いがね、そんなこともあったとですよ、いろいろあった、軍事のねあの軍事のねあの時間の中ではね、そういうな些細なことでもねそんな大きな問題になってたわけね、あれだけは本当忘れけん、そうね、そしたら私も笑ったかもしれんさね友達とこうしてからねなんか言うたかもしれんし、誰かがね、どうしたか結局あの結果はね何もなかあの発表はなかったけども、大抵絞られたらしいよ、あでしょうね、それでもそれなりの生活を皆さんと一緒の生活をしてきました。であの妹がねあの翌日11日に10日に帰ってきて11日にあそこ の, あの救護所できたかね、11日に救護所できたかね、山里小学校は山里小学校に救護所ができたでしょう、そうそうすぐできたね、うん、それでその時連れて行ってねもうただ赤ちんば乗って放てばするだけやったと、うちにもっとなんか口からほドロドロドリやろ、なんもなくね、ただいただけ、まあ、それだけでもねしてもらったっていう気持ちあるたんね、それでその夜ねもう妹がね本当にね苦しんだとやろうけどもなんとなくもうねあんまり痛いとか苦しいとかっていうことはほとんど言わなかったね、そしてねその夜明けになってからだったから、姉ちゃん姉ちゃんって何年って言ったらね、これはマリア様の気温のそこに女やろうっていうわけ、マリア様のどこに女んねんって言ったら、これはそこに立つ女でしたって言うとさ、それが最後マリア様ありがとうって、それがね最後やったとね、それから間もなく行きたいことです、それで12日に亡くなったことだった、14歳ですよ ね, ね年代で言えば ね, ね、14歳、もう一番ねわがままでねおどかったとさ、いや一番裾がやろな、妹さんやの8人兄弟の一番下ですよね、だから一番 ね, うねもう自由にね可愛がってもらっとったわけね、そういうわけでねもう本当にねこんな辛抱強かって思わんやった、痛いということ言わんやったってやもんね、そういうわけで本当にもうね辛い思いをしたんだろうと思うね、だから看病したのは妹とそれからシスターのね純真のシスターがほぼしとったでしょうか、純真で純真のシスター、うん、姉がね幼稚園の先生をしとったわけね、それが外傷は全然なくって、そしていとこと二人休んどったら、いとこの方はもうやけどとか怪我とかしとったとね、 でも姉の方は全然何にもなくったわけね、そしたらね11日9月の、ちょっと1ヶ月過ぎに亡くなったとです。で母ももうどこでどうなったか分からんし、兄2番目の兄夫婦も分からんとですよね、その頃はそんな状態でした、それでもうその後はほらもうみんな同じね戦後の生活をしてきて、もう結婚したりねなんかして、でもうそれこそ食べるためね百姓をしたりそしてその後に25、6年ぐらいにこの辺のね信者の友達でねお祈りの会を作ったわけ、お祈りの会、はいはいはい、祈りの会をそれをね56年続けました、それでももうね年になったから
もう怪我がないうちにやめましょうということで、会員も半分になったから亡くなったりしてね、少なくなったとね、うん、そういう時も 6人ぐらいになったから、うん、もうやめてね、そして今も何にもしてないけども、最後にはね、初めはほら亡くなってみんな家族亡くしてるから、家族のね冥福を祈るためにお祈りをしたとしとったけども、毎月9日の日にね、それで後ではね、もう50年過ぎたらもう冥福も含めてね、今度は世界平和のためにお祈りをしようということになって、でそういうようなことでね、ずっと続けてたんですよね。それでももうしようがない、年にはかなわないから、でここにほら教会のなんかこれは余興訪れにも取材してもらったし、でその前に西日本からねこんなして取材に来てくれてここに残ってるんだけど、そのくらいです、私が私どもが後出てきたのはね。それで今でもやっぱりその核兵器のねこの戦争と核兵器の使用についてはもう一番恐れおののいているよね、今でもね。だからそんなことでできるだけ平和な日々をっていうことでね、もう内越し祈りの会ということでね、うん、続けてたけども、もうやめてから何年になるかな、4年ぐらいになるかな、うん、もうね平均が90近くなったけんね、うん、私の話もそのくらいです、うん、ただもう平和を描くだけ、もう核兵器の反対とね、戦争が一番つらい、うん、みんなが辛い思いをする、そうそう、うん、一人一人じゃなくてみんながね、うんうん、もう絶対核の廃絶を叫ばないかんね、うんうん、勝っても辛い思いをしてるしね、負ければなお惨めな思いをするしね、本当もうそれだけはもう肝に銘じております、うん。